こんにちは、スネドラです。2泊目3泊目はヒルトンのハワイアンビレッジに泊まることにしました。ここはビレッジっていうだけあってもうすごく大きな村になってるんですよね。ホテルのタワーが5つあって客室の合計は3000室を超えるっていうんですよね。敷地もねえらく広くて全部歩くのにはね結構時間がかかります。ワイキキの中心地からは少し離れてるんですが、プライベートビーチがあったり、ショップもたくさんあったりしてですね、基本的にこの村の中で全てのハワイが満喫できるような作りになってます。日本からのツアーの定番ホテルにもなってるので日本人も多いですし、和食のレストランとかも多いですね。そういう意味では初めてハワイに来る人なんかにはおすすめのホテルかもしれないです。とにかく敷地が広いのであっちこっちに看板があるんですが、多分ね最初は迷子になると思います。ここのデメリットとしてはとにかく部屋数が多いのでフロントでチェックインするときにむちゃくちゃ混むんですよね。ここです。ですが今回私たちが泊まるザ・アリーっていうタワーだけは専用のフロントを持っているので並ぶこともなくてのんびりとチェックインすることができます。今回私たちは高層階のオーシャンビューをリクエストしてました。早速中に入ってみます。部屋自体はスタンダードのツインルームをリクエストしてあったんですが、まあ、広さとしてはまあ普通、まあ、広めですかねになってます。テレビがね思ったよりも大きいんでね、これは驚きました。まあ、ハワイのホテルといったらやっぱりこのラナイですよね。オーシャンビューでお願いしているのでどんな景色なのかちょっと見てみます。オーシャンフロントではないですけども十分に素晴らしい景色です。やっぱりねハワイって言ったらこの景色がないとねハワイっていう感じしないですよね。ほんと気持ちいいです。今日は1月1日元旦なんですけど、夜は、元旦ディナークルーズで食事をする予定なので、それまではちょっと敷地の中をいろいろ探索してみようと思います。あれが、レインボータワーとその前にあるレインボープールですね。ここがプライベートビーチです。プライベートビーチって言っても相当広いです。ここだけ見ると日本のホテルみたいですよね。ここのヒルトンって結構和のテイスト取り入れてるんですよね。みんなね正月からのんびりとプールサイドで過ごしてます。こういうところをね何にも目的もなくぼーっと歩いてるだけでもすごい気持ちいいです。さっき一瞬通ったメインロビーですね、メインフロントの方にやってきました。もうここねとにかくすごいんですよ。この辺がオプショナルツアーのデスクですね。この左側に行列ができてて、これがチェックイン待ちです。でね、ここが一般のカウンターで、ここがヒルトンオナーズカウンター、それからこっちがデジタルチェックインカウンターですね。どこもむっちゃくちゃ混んでるんですよ。もう前回来た時はこれにやられちゃったので今回はザ・アリーにしたんですよね。この辺りは中国っぽい雰囲気ですかね。ショップがたくさんあります。この奥にもまだまだ店がいっぱいあるんですよね。今回私たちはお目当てのショップがありまして、ちょっとそれをね探してたんですけれども、やっと見つけました。ウィニーズジュエリーさんです。ここはねあのハワイのドラマのあの 5O、 ハワイ 5O のグッズがたくさん売ってる店でね、ここでね T シャツ買おうと思ったんですけどね、いざ目にしたらちょっと恥ずかしくなってね買えませんでした。はい、一旦アリータワーに戻ってきてアリータワー専用のプールを見てみます。アリータワーってね、ヒルトンハワイアンビレッジの中でも特別扱いされてるタワーで、いろいろと、ベネフィットがついてます。ここのジムもプールもアリー専用なので混まないんですよね。なのでのんびりと、南国の雰囲気を味わうことができます。そろそろ夕方になってきたのでディナークルーズに行ってきます。ディナークルーズ編は別の動画でアップしますので、ぜひそっちもご覧ください。はい、ディナークルーズから帰ってきたところです。まだ寝るのには早いのでタパタワーのところにあるタパバーで、5Oカクテルっていうのを飲んでみようと思います。このホテルは 5O の撮影をよくやってるので、関連グッズも多いんですよね。これ左がハワイ 5O、 右がマクギャレットスマッシュっていうカクテルです。まあ味はねそれなりですね。おはようございます。夜明け前のワイキキビーチです。今日はココヘッドトレイルに行くので朝ちょっと早く起きました。
ココヘッドもまた別の動画で上げますので、ぜひそっちもご覧ください。はい、ココヘッドから怪我もなく無事帰ってこれました。今日のランチは、韓国料理にしようと思います。ニューシラウォンコリアンレストランっていう地元では結構ね評判のいいお店みたいですね。韓国料理ったらやっぱりカスで乾杯ですよね。このお店は昼時はかなり混むっていうことなんですけども、まだお昼前なんでですね、好き好きでラッキーでした。お通し的なものもたくさん出てきて、冷麺とユッケジャンを頼んだんだけども、どっちも結構美味しかったんですよね。本当にね、韓国に来てるみたいな感じでした。午後は残念ながら雨が降ってきちゃったりしたんで、海に入ることはできなかったんですけど、夕方になったらね、また晴れてきました。今日が最後の夜なので、このサンセットの眺めをね、目に焼き付けようと思います。この時間になるとビーチにたくさん人が集まってくるんですよね。これもう毎日のことなんですけどね。あー、もう終わっちゃいますね。残念です。またすぐにハワイに来ようと思います。最終日の夜はトロピックスバー&グリルでご飯を食べます。アリーに宿泊してるからか、待たずにいい席に通してもらうことができました。ハワイ最後の夜なので、ハワイっぽいもの食べようぜということでですね、トロピックバーガーだとかガーリックシュリンプとか他いろいろ頼みました。粉ビールの飲み比べセットっていうのがあったので、それとあとフローズン系のカクテルを頼みました。あっという間に最後の夜になっちゃいましたが、またハワイに来ようということで乾杯です。ガーリックシュリンプです。これニンニク臭くなるんですけど、うまいんですよね。あっという間に日が暮れました。仕切り直しでシャンパンをボトルでもらって、このでっかいハンバーガー食べます。こんなの食ってたらね、体悪くしそうですね。ちょっと食べ過ぎちゃったので、食後のお散歩をしようと思います。ヒルトンから海沿いにずっと街の方に歩けるんですよね。のんびり歩いて15分ぐらいですかね。ちょうどいい散歩です。やっぱりハワイ気持ちいいですね。日本人にも大人気のアウトリガーリーフですね。海側の方から入ってみます。この後はカラカウア通りの方に出てホテルまで戻ろうと思います。あー、もうついにハワイが終わっちゃいますね。明日は帰国です。おはようございます。早起きしてランニングしようと思います。今までハワイはだいたいマラソン絡みで来てることが多かったんでですね、1回ぐらい走って帰ろうと思います。まだ6時14分なので、あのむちゃくちゃ混んでたフロントがね、すっかすかです。こんなに静かになるんですね。ちょっとね、さっきまで雨が降ってたんですけど、今はもう止んだ感じですかね。まだ真っ暗ですが、アラモアナパークの方に向かって走り出します。だいたい行ってこいで5キロぐらいですね。しばらく走ってると少しずつ明るくなってきました。1キロを6分半ぐらいののんびりしたペースで走ります。ちょうどね、5キロっていうといい距離でね、気持ちいいです。アラモアナパークはホノルルマラソンのスタート地点なんですよね。なんかね、久々に来たらすごい懐かしかったです。30分程度走ってホテルに戻ってきました。非常に気持ちよかったんで、今からシャワー浴びて朝飯を食べようと思います。朝食はレインボーラナイでいただきます。ここの卵料理はですね、自分でトッピングとかを選んでカップに入れるんですよね。で、それを渡すと作ってくれると、そういうような仕組みになってます。とても便利です。まあプロだから当たり前なんでしょうけど、3つぐらいのフライパン使ってね、ポン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 作っていきます。はい、ありがとうございました。ここのレインボーラナイはちょっとお高いからかですね、比較的空いてます。他のメニューはバイキング形式になってるんですが、実は私たちここで致命的なミスを、犯してしまったっぽくてですね、それが本当のミスだったのかどうかは次回また、ヒルトンハワイアンビレッジに泊まって検証してみようと思います。鋭い人だったらこのバイキングのメニューを見てあれと思う人もいるかもしれないですけどね、検証がきちんと済んだらですね、恥ずかしい話ですが、また改めて動画を投稿してご報告しようと思ってます。今回もご視聴いただいてありがとうございました。
このヒルトンは町から少し離れてるのでしばらく来てなかったんですけど、久々に来たら思ったより面白かったのでまた来ようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。